私は最近彼氏ができた音大生。正直私幸せです。今何してるの？練習だよと。何してる？練習。どんだけ聞いてくんねん。こっちから一生練習したんじゃい。あれか、芸能人の公式 LINE みたい。何が来ても自動返信で練習って開通システム構築したのか。来週本番やな。最終調整しな。もしもし、りなちゃん、お疲れ。もしもし、お疲れ。どうしたん？あのさ、今からご飯とか行かない？ここで豆知識を一つ。ピアノ科は一日の予定を朝になんとなく立てて練習してるので、当日の誘いは苦手な人が多い。あ、ごめん、来週本番やから今日はちょっと。りなちゃんっていつもピアノばっかりだよね。俺とピアノどっちが大事なの？俺はりなちゃんが一番大事だよ。俺がもし逆の立場だったら、サークルよりりなちゃんを優先するのにな。はぁ？はぁ？はぁ？なぜ私のピアノとあなたのフットサルサークルが同じ立ち位置なのでしょうか？ちょっと理解できない。まあ、君のサークルに対する熱量どんなもんか知らんが、私のピアノに相当するものは君の専攻科目なのですが、そこら辺の方はどのようにお考えなのでしょうか？まあ、サークルに対してものすごい本気の人もいるし、そこはもちろん人それぞれやけど、まあなたに限りましては、飲んで、食べて、飲んで、食べて、たまにフットサル、それと一緒にすなほんで何？なんで？俺とピアノどっちが大事なの？ピアノです。ピアノ2歳からやってて、てめえとは付き合って数ヶ月程度なんやから、そら古くからの親友の方が大事やるかい。まあ恋人というわけですので、人類の中ではあなたが一番でしたけどね。おめでとうございます。別れよ。